六十刺したらお前の勝ち。皆さんこんにちは、スミのふです。皆さんは、おべいみーという作品をご存知でしょうか最近 YouTube の広告でもよく流れるので、一度は目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうかこのゲームの特徴を一言で表すなら、イケメン悪魔7兄弟を調教するゲームです。そしてこのゲーム、2019年12月、 海外版が先にリリースされ、これが北米を中心に大ヒット。これを受けて2020年12月、ついに日本版がリリース。されたのは良かったんですが、まだ日本での知名度はあまり高くありません。この動画では、そんな Obey Me の簡単な紹介と、なぜ海外でここまでバカ受けしたのかを解説していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずはタイトルの Obey Me という言葉。 こちらは日本語に直訳すると、私に従えという意味になります。悪魔たちを服従させるゲームなので、これ以上にないシンプルなタイトルですね。それでは簡潔にあらすじを紹介します。突如、魔界のアカデミーに人間界からの交換留学生として選ばれてしまったあなた。そんなあなたを待ち受けるのは、癖しかない悪魔の7兄弟と山積みの課題。課題なんて簡単だ。ルールは一つ。服従させたらお前の勝ち。いや、どういうことなん 僕も初見でそう思いましたが、まあ要するに悪魔を調教して服従させ、契約することで課題を手伝わせると。これがこのゲームの目的になります。そして次に紹介するのが癖の強い7人の悪魔兄弟たち。まずはイラストに注目してほしいんですが、なんだか妙に海外っぽさを感じますよね。この太めの線にベタ塗りのカラー。この特徴は同じく北米で大人気のマーベル作品にも共通しています。 次に、悪魔の七兄弟たち。彼らは七つの大罪を司る悪魔であり、キャラクター設定にもしっかりと活かされています。まずは、長男、傲慢の悪魔、ルシファー。力づくで兄弟たちをまとめ上げる、完全無欠な腹黒ドエス。続いて、強欲の悪魔、マモンは、お金に目がなく、バカでクズだが憎めない次男坊。三男、嫉妬の悪魔、レビアタンは、ネットが大好き、ネガティブ思考の引きこもりガチオタ。四男、 フンドの悪魔、サタンは、普段は理性的だが、怒ると誰も手がつけられない、二重人格の反抗期。5男、色欲の悪魔、アスモデウスは、見つめるだけで人を魅了できてしまう、超絶ナルシスト。6男、暴食の悪魔、ベルゼブブは、常に何か食べている、皿まで食らう大食感。そして最後、七男、タイダの悪魔、ベルフェゴールは、ベルゼブブの双子の弟。兄弟たちの中で、最もわがままで生意気であざとい末っ子悪魔。 これらの癖は強いが魅力的な7人の悪魔兄弟。その魅力は海外ファンからも誰か一人は必ず性癖に刺さるはずと称されるほど。そして続いてはバトルシステム。基本的には悪魔のダンスバトルがオートで進行されます。その間プレイヤーは任意で悪魔のスキルを発動したり、画面上に出てくるハートをタップして悪魔をアシストすることができます。 そして、バトルに勝利した赤月には、ランダムで悪魔たちとコミュニケーションが取れる、反省会が始まる場合があります。食べ物をあげたり、プレゼントをあげたり、道で叩いたり、スキンシップの内容は様々。そして、一番のポイントが、このゲームのホーム画面は、スマホの画面を模した作りになっています。その没入感は凄まじく、悪魔たちと LINE のようなチャットができたり、レベルグラムという写真を見るアプリがあったり、 ゲームの進行度合いによっては悪魔たちから電話がかかってくることも開発者のインタビューによると o b e m e のコンセプトはキャラクターをリアルな存在として感じられることキャラクターから突然電話がかかってきたりテキストチャットが毎日送られてくるなどリアリティを感じられる演出によって毎日アプリを開くのが楽しい何度も読み返してしまうと海外ユーザーのハートをがっちりとキャッチしたみたいですね 海外のファンたちは SNS を使ってファンアートを投稿したり、コスプレをして楽しんでいるみたいなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは最後に、チュートリアル担当のカラスからこの言葉を送ります。ちょろいもんです。はい。というわけで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、またお会いいたしましょう。すみのふでした。